失言を理由にした辞職勧告決議案を提出したことについて議員の身分に関わることについては慎重に検討するべきだが今回の発言は限度を超えていると強調しましたまた野党側は与党側に対して共同提案を持ちかけましたが与党側は態度を保留しました